はい、どうも、ピロチューと申します。さあ、ファイアーエメルム、セイマの功績、続きやっていきます。次は8章。うん、開幕からこの感じ、わからなかったので、ちゃんと調べてきました。完成って読むみたいですね。完成、そして。で、この完成って意味が、落とし穴。比喩的に人を落とし入れる計り事とあるので、やっぱりエフラムの情報は嘘だったということですかね。じゃあ、肝心のエフラムはどこに行ってんのかって話なんですけど、やっぱりまだ外に逃げ回ってるんですかね。あのバルターに追われて。行きますか。で、あれですよね。前のマップからの続きになりますよね。ファイアーエンブレムの後半でよくあるやつ。どうなってくんだ。お、来た来た。やっぱりもうこいつ怪しいですよね、かなり。こちらです、エリク様。この奥の牢獄にエフラ様はおられます。はい、急ぎましょう。オールソン殿。もう前回からずっと怪しんでましたもんね。でもこれが裏切り者ってことは、いつでもエフラムの首取れたってことですけど、どういう、ね、立場なんだろう。あなたはいつからここの囚われの目に。およそ半月前だ。グラド軍の大軍の前にエフラム様と我々は降伏を余儀なくされ。半月前ってことは2週間ほど前ってことですよね。どういう時系列なんだろう。ルネス陥落してから1ヶ月ぐらいか。うん、長くても2ヶ月ぐらいですよね。その後我々はずっとこの城の牢獄に幽閉されていた。その間、敵兵から何か情報？いや、残念だが何一つ。日に一度の食事を運ぶのは付近の村人たちばかり。日に一回か、辛いな。でも村人たちから何かしらの情報逆に消えそうな気するけどね、兵士たちより。地下までは何の音も届かず、現在の戦況すらわからなかった。よくそんなとこから逃げ出せたね。もう怪しいもん。ゼト、今ルネスはどうなっているのだ。ルネス王とは陥落、ファード様は亡くなられた。なんと、申し訳ありません、エリク様。我々が不甲斐ないばかりに。いや、前世の人間はね、もう、謝る必要ないと思うけどな。あなたのせいではありません、オルソン。それより私たちはこれからのことを考えなければ。グラド君はこの腕を狙い、私を襲ってきました。同じ腕輪を持つ兄への身にも危険が及んでるはず。腕輪？確かにエフラさんも同じ腕輪を身につけておられた。グラドの狙いは腕輪。となればエリク様、その腕輪は誰かに預けられた方がよろしいのでは？これは、怪しいでしょう。な、誰かに、あえて他人に渡すって、明らかに怪しい。ですか。私でもゼトでもよい、信頼できるものにお預けください。ああ、ここで自分にお預けくださいって言ったらもう確信やったんですけど、ゼトの名前出すんならまだ確かにいい案ではありそうやけど、エイリス様が腕輪を身につけておられる限り、グラドはエイリス様を付け狙うでしょう。エイリス様の安全のためにもどうか。まあ、これは一理ある。それにルネスの成績を奪われることがあってはなりません。これはダメじゃないですか。これは矛盾してますよ。うん、もう完全に名探偵コナン状態なんですけど、だって成績って本来もうレプリカを祀ってあるとこがあるんでしょ。そしてこの腕輪の情報ってゼトと王族しか知らないはずだから、腕輪とこの成績が関連してるってことはもう一般の将軍知らないからもう、これはもうダメでしょう。それは確かにあなたの言う通りなのですか。おっと、ゼトさん動きました。オルソン殿。これは、このワードはダメだと思う。矛盾しとる。失礼だが、その前に武器を預からせていただきたい。ゼト？どういうことだ、ゼト。私は見ての通り丸腰。掘るのみで武器など持てるものか。もう、Z は確信してますね。裏切り者だと。頭の切れるお前らしきもない。
一体どうしたというのだ。やっぱ頭もいいんだね。もし私の間違いであるなら、後でいかようにでも謝らせていただく。うん。だが、不可解なことがあまりに多すぎるんだ。場外で戦闘があったにもかかわらず、なぜ敵兵が中から姿を見せない。あ、もうそもそもこういうことか。下手やね。まずここから怪しいもの、確かに。エフラー様と共に囚われたあなたが、なぜ一人だけ逃げ出せたのだ。まあ一人逃げ、まあ、百歩譲ってほんとホラー、そうしたら全員逃げ出せるか。もう怪しいもんね。確かに。なぜ成績となぜ腕輪と成績の関わりを知っておられる。おー、これですよ。これは致命的なやつですね。言葉のあや。ゼト、それは誤解だ。私は。そしてなぜ、戻る？そのように、懐に刃を隠し持っておられる。わかんの？もっこりしてんのかな？ん？なるほど。ゼト、相変わらずだな、お前は。エイリーク一人ならともかく。呼び捨て！やはりお前は騙せない。騙せないか。うん。オルソン、あなたは？オルソン、なぜウルネスをうなぎった？あの方は全てを叶えてくれる。誰のことだ？向こうの皇帝か？妻との幸せな日々がもう一度この手に戻ってくるんだ。これは何だろう。妻、ん？兵隊を引退するとかじゃなくて、なんか失った妻を復活させてくれるような感じ？ん？何を？おっと、いっぱい来たよ。ジェネラル。そこまでです。ご苦労でした、オルソン。あとは私が引き継ぎます。気候は、愛しい奥川と元へ戻られるよ。ああ、純粋に、故郷に帰るってことか。うん。はい、と。うわー。こいつもなんか、頭切れるとかって言ってましたね。バルターの副官。貴様は？私はティラード。帝国将軍バルター様の、忠実かつ有能な副官。お前。お前も自分で有能とか言っちゃうタイプ？うちにもいますけど。あの男の。そちらはルネス軍のゼト殿ですね。あ、有名なんだ。うまく小鳥を網に収めたつもりが、厄介で守り刀がついてきたものです。いや、できるね、ゼト。かっこいいわ。兄はどこです？ああ、あなたの兄ならここにはいませんよ。バルター様の追撃を逃れ、この城から脱出していきました。あ、じゃああの後のまんまなんだ。で、捕まってないと。あの状況で逃げ切るとは、全く呆れたしぶとさです。いや、すごいな、マジで。マジで一騎当選とか。なんとか無双の世界ですけど。ですが、その失策を利用するのが、私の賢いところ。あー、のぼせ上がってるやつか、こいつ。エフラムが、旅襲となったとの、虚言を流し、嘘だったか。こうして、妹の方を罠にかけることができたわけです。そもそも一番最初に捕まったって言ってたのって誰だっけ？ちょっと動画見直さないとあれだけど、村人とかでしたっけ？ではやはり、兄へはご無事。そうなりますね。ええ、ですが感動の再会は天国でしていただくことになります。ちょっと待って。この、ルネス兄弟を生け捕りにしてこいって命令じゃなかった。殺したらダメでしょ。さて、では仕上げです。橋を落とし、退路を立たせていただきましょう。うわぁ、これはできるね。もう、用意周到。全軍出撃。ルネス王女を撃ち、腕を奪うのです。撃ったらダメでしょって。あぁ、橋が。え、これスタート？エリク様、脱出を。ダメです。橋が落とされています。泳いだらいいんじゃない？くっ。兄上、申し訳ありません。私は。絶体絶命ですけど。あ、仲間もいてたん？一応、着ててくれたのか。あ、こっから水なんだ。じゃあ、ロス入れんのかな？水、あ、結構あるね。こういうとこに秘密の店とかありそうですけど。敵多くないですか？ここ見たこと、あれ？まだ宝箱が充填されてる。エフラムたちこっちから来ましたもんね。うわ、広いな。
なんか裏口みたいなところから来たのか。で、アイテムチェック。うわ、長弓とかおる。うわ、長弓だらけ。すごいな。手やりもつか。もうジェネラル来る？上級職。魔法で攻める感じかな。特にアイテムない。あ、扉の鍵。あ、ここ開けろってか。宝箱もあるしね。また、コーマは確定かな。すげえ念入りで守るね、この宝箱。鍵くらいしかないもんね。うわ、敵すごいよ、マジで。ちょっとガチめのやつ連れてこないとまずいかも。よし、わかりました。じゃあ、準備してきます。よし、完了しました。いきます。ナターシャ・ヨシュア外しました。まあ、レベル上げたいんですけど、ちょっとあの二人いてるとそう、経験値も稼げないし、で、あとそう、ギリアムさんに騎士の勲章を使ってあげたかったんですけど、ちょっとフランツ君が今回、お兄ちゃんのフォルデと会話あるみたいなので、ちょっと連れてきました。なので、クラッシュエンジから行こうか。どうしようかな。言うてパラディになってもな、ロスをあげたいしね。こっから、良きタイミングでクラッシュエンジしますか。普通に強くなったね。槍相手なら、全然任せれる。さあ、技と速さ。いいよ。技ありがたい。運いいね、本当に。で、ネイミーコーマー、左手に行ってもらおうかなと思います。あ、ここ。あれ、海賊なら渡れるのかな？てか、バネッサとか最近見てないな。クラッシュチェンジアイテムが手に入れば。ああ、今回なんか手に入るみたいですね。今回しっかりカンペ用意してあります。宝箱に入ってんのかな？コーマネイミーはあっちですね。ちょっと剣のレベルも上げつついこうか。いや、もうネイミーが強くて。力も結構あるしね。いちゃつけるか。さすが。盗賊の鍵持っとるね。よしよしよし。結構回数減ったな。そろそろ盗賊チラッと出てきて、ね、盗賊の鍵パクりたいんですけど。で、こいつ鍵持ってるからこのまま開けてもらって、で、コーマくん最悪向こう行ってからこっち来て、宝箱って感じかな。よし。で、倒せる。アスレイもそこそこ強くなってきたしね。ネサラじゃん。ネサラ。あれ？倒せんかった。何を見てたんだろう。フランツ行こうか。じゃあここで、パラディンよ。あ！グレートナイトかっこいい！あ、だから斧使えんかったんか。守備力になるよね。結構速さもあったし。グレートナイトかっこいいんですけど。グレナ行く？グレナ行っちゃう？かっこいいもんだって。すごい。馬の頭もなんか牛みたいになっとったし。かっこいい、これ。新グラフィックですね。技も引く。うわ、かなり強いぞ、これ。確かに、パラディン、そう、意味じゃない？斧使えんなって思ってて。グレートナイトがいたからか。やーべえ、これかなり強いぞ。ギリアムさんいらんかも。ちょっと待って。やばい、今のはかなりテンション上がったな。ゼットか。ジェトレ殴ったもんな。
テーモルザさん、誰も食らってないね。あ、レベル上がったか。これで結構だるそうやな。あべ、レイピア持ったまんまクリティカル。左の傭兵も来ちゃうかな。結構レベル上がったよね。あ、守備力はありがたいね。力伸びんな。エナジーリング使ってもいいかもしれん。すげえな、 11%。 そんな技上がったっけ。で、このままロスで開けよっか。もう傷薬いっかな。あ、死にに来ましたね。1か、ワンパン強すげえ。いや、フランツの、あの、うん、生きてたわ。え、生きてたにもかかわらず、逆にこの城に帰ってくるってどういう状態なんこれ。エリック。じゃあ何か情報を嗅ぎつけたのかな。エフラ様、東の回廊で戦闘が起きているようです。エリック様やゼト将軍もそっちにいるってことですかね。ほんと強えな、こいつら。すげえわ。やることは二つだ。エリックを救い、敵を倒す。帰れ、フォルデ。用意はいいな。うわぁ、すごいな、こいつら。無敵感もある。はっ。いつでも。うわぁ、フォルデかっけぇ。エフラ様、まずエイリック様と合流いたしましょう。東の回廊からエイリック様のおられる場所に到達できるはずです。おいおい、帰る。そんなめんどくさいことしなくても、両方から一気に近づければいいだろう。ん？一気に片付ければいいだろ。うん。ああ、まあ、一応、両サイドから玉座目指すってことか。フォルデ、こともあろうに、めんどくさいとは何事だ。今回、あれ、逆なんすね。劣化だったら、あの、セインとケントで、ふざけてる方が、あの、緑側やったんですけど、逆だ。エイリク様に、エイリク様の身に万一のことがあらば、我々ルネス騎士は。わかったわかった。そう怒るな。で、エフラ様、どうしますか。全然話聞いてない。ああ、いいね、フォルダ君。我らにご指示を、エフラ様。よし、二人とも俺に続け。エフラもかっちょい、あ、すぐ合流できるね。こんな近かったんだ。いや、もう、全然使えるもんね。どうしよう。エフラも一応レベル遅れてんのか。あんまりグイグイ行ってもな。そうだな。手槍持って受けるか。弓も追うし。え、長弓？失敗した。ここでしたね。消してきる。あ、今すごい無駄な1ターン過ごしてる気がする。ああ、もう行っちゃうか。ネイミーコーまで、ここ無双できるしな。え、もう1ターン目無駄確定しましたね。あ、じゃあ別にここネイミーで行かなくてもいいのか。コーマだけ置いとけばいいかも。レベルも上げたいしね。ちょっと1ターン目マジで無駄なことしたけど。じゃあもう安心して上行きますか。いや、フランツ見て、早く。設定大丈夫か。新入りはおらんか。こいつ嫌な位置おるな。受けてもいいな。手斧借りるか。ちょっと見てみたいわ。あ、装備してない。あ、でもあれ。交換でうまいこと調整してやれば、できる。あ、ちょっと待って待って待って。これでいいのかな？確か動画のコメントで、そう、武器の並びで一番上にしたら装備してることになりますよってのあったので。いや、いつも本当ありがたいですね、コメントは。あ、一文字のみ。お父さん。やってくれたわ。
じゃあ、うん、ここはこいつらに任せよう。一応コーマとネイミーじゃつかせて。さあ、あ、来た。これは届いてたか。結構一撃重たいな。いや、エフラもかっこいい。このキャラ絵もすごい。強い強い強い。なんちゅうバランスいいの。あ、自ら来た。さあ、うわー、かっこいい、グレートナイト。この強者感よ。あ、斧の投げ方もかっこいい。ふぅ。いや、これ、全部グレートナイトにする手もあるぞ。てか、速さがあるからかなり強いぞ、これ。いいよ。あ、てか、ギリアムさんも気になるけどな。え、ジェネラルももしかして分岐でグレートナイトある？ジェネラル側ってなんかあったっけ？え、重装備で分岐するって過去の作品で、やっぱグレートナイトぐらいしかないっすよね。もう全員グレートナイトにしようかな見た目かなり好き。あ、突っ込ませて。ちょっと、ロス君は、使おうか。あ、なんちゅうもったいないことしとるやろ、ほんとに。あれ、鋼しか持ってない。しゃあない。しゃあない。後ろのやつで倒すか。持ってるけど、すげえ無駄な1ターン過ごしたわ。てか、フォルで使いてえなー。さあ、どうだ。ああ、いいとこいいとこ。結構バランスいいね。さすがエフラムの直属の部下。こうもレベマだしな。しゃあない。結構、すぐ終わりそうやね。だいぶ、いってー。これやばいか。やっつけ負けの可能性ある。てか 31% 食らったんけ。 31%、 力はありがたいけど、いや、一発食らうとまずいぞ。あぶねー。ちょ、これで大丈夫か。左上のやつは来ないでしょう。守備力が思ったより高くないしね。割と上がった方ではあるんやけど。強い強い強い。いいよ。またレベル上がりそう。そろそろキラーアクス使えるかな。じゃあ、回復アスレイも使いたいけど、このまま行こうか。ちょっと渋滞気になるけど。右から回復して、そういえばまだハンマーとか来てないな。ハンマーあればボスも倒せたんやろうけど。レギンレブいっちゃう。いくか。重装特攻。ワンパンよ。そんなヒットポイント高くないかな。26か。どうだ、エイリークは。やっぱ双子だからね。一文字一緒なんだ。へえ。で、ここで下ろすか。で、コウモくん行こう。これ担いでても、もしかしてイチャつき状態としてカウントされんのかな。どうなんだろう。で、アスレマ出すか。これで。あそこのアーチャー投げ身やったっけ。いや、安定感出てきたね。クリティカルもあるし。さあ、技と速さ。あと守備も。まあ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 。技上がりづらいからね。
また30パー食らう。でも斧使いとしてやっぱり、命中が上がる技はありがたいかな。来た、鋼の剣か。どんなステータスだったっけ。鋼で追撃出せる、結構できるな、フォルデ君。さあ、後ろから追われたまんまこっちに来たってことか。いや強いな、普通に強い、問題なし。倒しきれない、倒しきれない、倒しきれない。追撃、あ、これならワンパン頼むぞ。ナイス。エフラム後ろ行くか。結構宝箱まで長いね。うわ結構痛そう。こっちにヒーラー欲しいな。一旦戦闘受けるか。レギネーブ使う。あー、どっちも2体来んのか。一旦フォルデで受けるか。いや、エフラムかなり硬いぞ。モツか？傷薬あったっけ？特効薬のみか。あー、迷うな。回復してあげたい気もする。そんな使わんしな、結局これ。使うか。ちょっともったいないけど。で、フォルダと、フォルダじゃない、フォルデ。もしかしてずっと間違えとった名前。フォルデね。フォルデとカイルで上行こうか。で、この間に、イチャつきつつ。名前でいこう。コーマとネイミーの、あれ、支援が終われば、しばらくネイミー外れててもいいですしね。あ、厄介やな、これ。ここか？結構いけるね。あ、鉄の、もう、なくなりかけとる。こっから、増援湧きそうやな。か、待っててもあれだしね。アスレイは弱いから一旦ちょっとこの宝取りに来るのかなり後になりそうやな。フランツは行っていいか、守備力あるしね。さあ来い。7か、結構回復しといてよかったかも。レギンレーブ結構減るけど、またハマーとかあるでしょ、きっと。強い。ちゃんと強くなる、一回一回。当たるか。うわぁ、力上がったし、また威力上がったよ。いや、後ろエフラムだけで問題ないね。で、あ、ロスか。あ、やべ、食らったままだったわ。いや、本当にこのエフラムならマジで無双しとったんかもしれんね。ああ、これで鉄斧の、なくなっちゃう。あ、てかあれか、エイリークに隣接させれば、鉄斧のあんのか。悲しい。届く？いや、フランツ使ってあげて。倒してしまうしな。一旦回復させないといけない。鉄の斧もか。あ、ちょっと待って、今のうちに出しときゃよかった。あ、また他のキャラでも出せるのか。よし、じゃあまたワンパンしてきてもらおうか。やっぱり硬いね、普通に。レギンじゃないと結構だるいことになる。おっと、クリティカル。このブンブン回すのかっこいいな。いいよ。
よし。じゃあ、どっちも一緒やね。鉄あげて、なかなか、武器のバランスが、ね。鋼持ってもこんだけやれるってのはすごいけど。さあ、当たるか。追撃はさすがに厳しい。逆にこいつできるな。結構、もう、湧いたね。持ってるやつ。ただ、がっつり塞いどるし、どうするんだろう。ちょっとこいつ、生け捕りにしときたいな。こうか。帰ってっかな。こういう場合帰ってきますからね、こいつ平気で。盗賊の鍵欲しい。で、倒すか。86。よしよしよし。上誰おったっけ？これでレベル10か。もうクラッシュエンジできる、微妙なところ。レベルやけども。今度ここで受けよう。こいつ気になるなぁ。見るか。イチャつきつつ。さあ、綺麗になった。どこ行こう。ボス行く？ボスとなんか会話ありそうやけど。こっから湧いたんか。もう正面受けてもいいかもね。で、斧がねえんだったわ。ここか。ここに置いて、理想体でいただく。日本行っとくか。で、装備すると。で、イチャついて、こっち、汗でいっか？あ、やべ、回復しなかった。すぐ忘れる、そういうの。盗賊どうなるかな？よし。ワンパンきついか。帰るのが早さあったっけ？次へこんかったね。うわ、痛えな。よく受けた。クリティカル？ 4% で。てか、あそこの壁壊れるな、よく見たら。あそこから行けって話やったんか。まあ。一応欲しいとこちょっとずつ上がってくるね。いい勝負。敵結構クリティカルあるな。3% もある。追撃出せるか。よしよし。殴ってくんの？正気な。おい！死ぬやろ！バカだね。こんな好戦的な盗賊おったん。盗賊の鍵が、またのチャンスだな。死にに来た、普通に。てか、グレートナイトの剣もすごい違和感あったな。大概槍か斧ですもんね。てか、斧の方が多いか。でもちゃんと強いか、これでも。なかなかだるくなってきたけど。長い身とこれ一緒の距離か。ネイミー使う？手槍持ってんのは。手槍持ってないと面白くないよな。よし。デフラムこっち。てか、あそこの壁壊せるんなら、かなり遠回りやな。こっちの方が近いか。あと後ろから湧く可能性もあるしね。で、ここ倒せるっしょ。まだ増援湧くかな。てか、会話忘れとったな。早く合流しないと。で、
何持っとる？鋼。うん。ここで回復して、うん。で、いっちゃついてと。うん。こんなもんかな。はい。さあ。もうこの辺余裕やもんな。力あるからハンマーとかもいらんし。ワンチャンジェネラル倒せるかな。どうだろう。うん。正面が綺麗になった。イオーロスくん。すくすく成長してますね。頑張ってワンピース目指さないといけないんで。動き出したか。このまま倒せる？ワンパンよ。すげえな。めちゃめちゃ倒しとるぞ、今回。ほぼロスにと、うん、取らせとる。いいよ、速さ。魔法も結構増えてきた。あ、届いとるけど、まあ、引きつけれればいいか。でも、大手ですけど。うん。ネイミで行っちゃう？ここから？次。あ、一応上には行けるか。倒すか。もったいないけど、クリティカル。ネイミーちゃん容赦ないです。で、危ないかな。また回復するか。うん。結局使わんもんね。僕のプレイスタイルだと。傷薬すら全然使ってないし。さあ、お兄様、急いで。うん。もうあらかた綺麗になったね。さあ。いや、まだ盗賊わかんかな。完全に失敗した。結構道ある。誰を狙ってくるか。あ、追撃出ない。うん、そのままフォルデか。全部当たる。で、あ、ロスか。守備力低いしね。狙われがちか。さあ、近いぞ。追撃出せる。鋼持ってなかったっけ？父ちゃんに持たせたかな？追撃取れます。てか、長い目欲しいな。普通に。よし。で、倒せるか。あー、追撃取れるけども。けども。あー、これはこれ倒せる。一旦泳がすか。貴重な経験値だし。当たる。さあ。で、鋼の剣で殴るか。うん。一残し。よいしょ。で、コーマ届くか。あ、届いてる。いや、マジで盗賊の鍵欲しかったな。ショック。あれ、こんな殴ってきたっけ、盗賊って。ねえ、あんな自滅するようなことあんまりせんイメージがあるんやけど。フォルテ大好き。当てる。壁殴っときゃよかったな。失敗した。殴るか。あ、結構耐久力あるね。ルーテは？あ、微妙。3回殴らないとか。鋼持っとればな。どっちでもいいな。これでいこうか。で、カイルの方で壁壊すか。うん。さあ。で、うん、壊して。フランツ兄ちゃんと会話あるのか。ゼットと？あ、ある。
もう行っちゃうか。Z カイル、うん。行こうか。よくぞ守ってくれた、みたいな感じかな。Z 将軍、カイル、無事だったか。君たちのことだ。そうやすやすと捕まりはしないと思っていたが。いや、捕まらないどころかかなり無双しとるからね。は、自分も将軍のご無事を信じておりました。いや、ルネス軍できるやつ多いでしょ。かなり。すげえな。カイル、オルソンのことだが。これ気づかなかったんかな、アイフラム。我々も承知しております。どういう流れなんだろう。もう気づいたらついてきてなかったって感じなのかな。信じられないことでしたが、これは歴然たる事実。ああ、オルソンがルネスから離反したのならば、我々ルネス騎士にはより一層の忠誠と尽力が求められる。行くぞ、帰る。は、うわ、熱いね。この騎士っぷりすごい好き。で、フランツも兄ちゃんと話あるし、あ、銀持っとる。外から殴り放題か、これ。ゼロあー、どうすかな。またエフラムのレギンで殴るか。お、銀か。まだ装備できんもんね。エフラムくん。歩行やからあれだな。誰か迎えに行った方がいいかな。で、カイル、あ、もう終わりか。カイルおしまいです。回復してあげて。で、ZF ラム。あれ、Z とフォルでないんだ。ない。あ、さすがに兄ちゃんとは、あれね。これ、うん。このために連れてきました。兄さん。こう見るとだいぶ幼く見えるね、フランツ。よ、フランツ、元気してたか。いや、もう兄ちゃん超えてますしね。めちゃめちゃ強いぞ、フランツ。兄さんこそ、グラドゴに捕らえられたと聞いて、とても心配していました。あ、敬語で喋るんだ。俺はエフラ様のお付きだぜ。いや、かなり、ね、お付きの中でも筆頭でしょ、こいつ。あの人にくっついてりゃ、そうそう死なないって。ああ、そういうことか。エフラム自体が強すぎて。もう嫌ってほどやばい目に遭うけどな。いや、もう5回ぐらいコンティにしてるでしょ、絶対。ん？お前ちょっと背伸びたか？背伸びたどころか。横にもでかくなったよ。はい、僕も見習いを終えて、ルネス騎士の一員です。ゼゾ将軍のような立派な騎士を目標に、これからも頑張ります。将軍は目標にね。俺は？いや、もう超えてますんで、兄さん。あ、もちろん兄さんも目標です。いや、もう全員グレートナイトにしてえな。ああ圧倒的。ゼトより、あ、もうゼトより力伸びてっか。技がやっぱり低いね。斧使わせたいけど、ちょっとあの技じゃきついか。うん、来た来た来た。これこれ。これでバネッサもようやく、ね、また、使えそうですね。あ、てか、こっちの宝箱も行かないといけないのか。で、ZF ラム。あ、近く、うん。行こうか。で、あと、エフラムエリックスね。うん。エフラ様、Z、無事だったか。エリックさんもご無事です。ご報告すべきことは多々ありますが。今は何より、この戦いを切り抜ければなりません。ああ、今は目の前の敵を倒す。行くぞ。は、うわこのね、リーダーっぷりもいいね、エフラム。完璧な主人公だわ。ボスどうしよう。レイピア通る。うん、いけるね。A リーグで行っても問題ないけど、レベル的にはエフラムかな。ちょっと運ぶか。こっちはもう救出していこう。で、Z で救出して、で、うん、これで下ろして、
して話せるでしょう。うん。いや、これはもう感動のシーンが予測できますね。ちょっと邪魔な奴ら上に上げよう。一旦回復して。どんなこと来るかな？双子でしょう。お兄様。からかな。エリック、無事か？あ、BGM が。穏やかなやつ。あ、兄上。生きておられるのですね。ああ、俺らちゃんと生きている。ほんと奇跡でしょ。普通なら死んでてもおかしくないです。おかしくないですしね、絶対。レンバラ城を脱出し、皇帝ビガラドに一矢報いてやろうとグラドへ入ったが、ええー、ちょっと待ってよ。どこまで自由な？お前が敵の策略にかかったと聞いて、慌ててここまで追ってきたんだ。すげえな、マジで、この人。どうやら、間に合ってようだな。その、一矢報いて死ぬつもりでしょ、完全に。むちゃくちゃやな。申し訳ありません。私、兄へお助けをとして。いや、エリークはエリークでずっと頑張ってたからね。この時代、情報操作も一つの、ね、戦術というか、戦略だし。それなのに、逆に兄上にご迷惑を。何を言っている？お前は俺を助けに来てくれたんだろう。お前のその気持ちだけで十分だ。敵を倒すぞ、エリック。はい。ヒュー。双子じゃなければな。ね、くっつけてあげたいレベル。アルムセリカぐらいのね。さあ。うん。エフラムでもう倒せるっしょ。あの感じなら。で、宝箱急がないと。うん。次のターンで締めれるのかな。エイリークはエイリークで制圧する係やもんね。だってまだ、主人公自体は、エイリークだし。さあ。で、モルドさん回復大丈夫か。ネイミー。あ、エフラム減っとったわ。うん。で、遠いな、宝箱。受けても倒せるかな。うん。まあ、受けから入るべきですね、これは。装備してと。で、届くか。結構微妙かな。2ターンかかる、ここから。しゃあねえか。で、ロス減っとる。結構稼げたんじゃない？レベル上がったっけ、今回。いや、ナターシャにもう、すごいレベルの差ついた、つかされたしね。よし、この辺かな。ボス返しんでんよね、さすがに。ゼロパーやったか？ふむ。部下たちでは手に余る獲物でしたか。ならば私の力お見せいたしましょう。結構武力的にもあんのか。いや、終わってしまうぞこれ。2回入ると、あはてか会話なかったね。見事です。しかしここを生き延びたことこそあなた方の不幸。そうなの？バルター様は私ほど優しくはありませんよ。優しかったんだ、ティラード君。いや、惜しい音をなくしたね。自分で優秀とかっていう人だったから。さあ、うん、バランスが完璧。素晴らしい。あー、届かねえ、やっぱり。てか、支援も発生せんだな。ね、うん。ZA リークもないし。エフラム誰とくっつけようかな。当然エリークと支援あるだろうけど、未来の嫁はんをね、誰と、まだ見ぬ女性いっぱいいますしね、多分。さあ、モルダのトッツァン。まあ、いいとこわかるね。でもこんなもんかな。
で次のターン宝箱取って閉めますか。うん、あ、天使の衣か、ヒットポイントね、これバネッサにあげる。まだドーピングアイテム誰にも使ってないけど、あ、ヒットポイント減っとったか、しゃあないね。よし、閉めますか。この城取ったってことは、ん、ここからここを拠点に何かすんのかな。これからどうするんだろう。兄上、エリック、心配をかけたな。ゼット、お前にも。いえ、ご無事でなるようです。それより、エフラー様、オロさんは離反を。ああ、レンバル城で罠にかけられた直後に知った。罠にかけられてたのか、そっか。わざとレンバル城を攻め込ませて、取らせて、で、結局それは敵のね、罠だったって。それも全部オルソンの何かだったのか。まさか、長年ルネスに仕えてくれたあの男が。そんな人が裏切ったんだ。ね、愛する妻とって言ってたから、それが、よっぽどね、膨れ上がってたのか。すべて俺の不徳の致すところだな。兄上。すご、ここでミルラ？ミルラですよね、これ。いつの間に連れてきてた？エフラム。どうした、ミルラ。何この急展開。あっちから何か来ます。これも予知能力あるってこと？マムクートだから。黒く、大きく、たくさんの者たちが。あれか、ミルラいたから予測できて、ずっとうまく戦えてたってこともあるんかな。わかった。脱出した方が良さそうだな。急にミルラ。一回も出てきてないのに。ちょっと説明してくださいよ。アニメ、この少女は？青色の髪、どこか、ああ！こいつのことか。あのイケメンが探してたやつ。はあ、藍色かな。あ、羽様長くなる。今は撤退するぞ。皇帝ビガルドは何か、尋常ならざる者の力を得ている。今まず、それを皆に知らせなければな。出るにしてもどこに向かうの？いや、急展開やな。やっと合流しましたね、もう。ね、2章ぐらいから、ずっとエフラムって言い続けてきたので。だいぶかかりましたね。8章終わったから。ね、従来のファイアエンブレムならやっぱり25章ぐらいで終わるので、もう3分の1ぐらいは過ぎてんのか。うん。これでやっと2人で行動できる感じなんですかね。はい。したら以上ですかね。ご視聴ありがとうございました。またお願いします。